はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ファイナルファンタジー5、ゲームボーイアドバンス版続きやっていきましょう。飛竜荘を取りに行くところからですね。わしらが出たらすぐに門を閉めろ。そんなことをしたら城に戻れなくなります。よろしいのですか？はい。OK、今行くしかない。留守は頼んだぞ。早速来たぞ。みんな気をつけろ。こいつか。まあ、こいつは弱いっすからね。デスクローで。もうサクッとやっちゃおう。まあ、とりあえず北ですね。あった。あ、このさ、カエル捕まえないとですね。ちょっとあいつ捕まえとこ。ファリスが、ファリスも操るにしとこうかな。MP 全然ないね。とりあえずカエル捕まえます。来た。デスクローで。まあこれで減らして、もう捕まえるだけですからね。まあとにかくデスクローが強いんですよ。まあタイタンでも使っとくか。よし、オッケー。ケルブの村。飛竜の谷へはこの村の北にある門から行けるはずじゃ。足おっせ。操るにしとこうかな。足遅すぎる。ダメじゃ。鍵がかかっておる。ケルガーに頼むしかないか。早まるな、仲間じゃ。ガラフか。久しぶりだな。暁の四戦士の一人。30年前、ガラフと一緒にエクセスを戦った。バッツとやら、わしと勝負じゃ。お前の心を確かめさせてもらう。わしのルパインアタックを受けてみろ。見えた。派手にやったね。
やりすぎちゃったっつっとるやん、バッツが。親父に習った技さ。ドルガン。どうしたんだ二人とも。まさか、ドルガンの息子？親父のこと知っているのか？ドルガンはワシとケルガー、そしてゼザと一緒に30年前、X テスト戦った仲間じゃ。暁の4選手の一人。ゼザってやつも後で出てきます。じゃあ親父はこっちの世界の人間なのか？そうじゃ。わしら X テストを追って30年前、お前たちの世界へワープした。奴は不死身か。キリがないな。ここに封印するしかないな。ああ。ここに自分たちの世界の邪悪を別の世界に封印するというのか。俺は反対だ。で、エクセスを封印したと。どうしても残るというのか。ああ、なぜじゃ。さらばだ。ドルガンはエクセスの封印を見守るためバスたちの世界に残ったのじゃ。ところでドルガンはどうしておる？3年前病気で。力になるぞ。これで通れるようになりましたね。いや、とりあえず、あ、こっちか。どっちだったっけ？レクイエム。あ、歌も使ってきますかね。ダッシュ。で、ガラフシーフにして。ちょっとバッツを吟遊詩人にしますか。操るにしとこうかな。はい、とりあえずこれで OK。歌使ってきます。青魔法。
横に座れば、あ、いいね、全開。お、さらにサービス、食後サービス、ポーション、いいや。ありがてえ。デザート感覚ね。ちょっとまずは確認します。一緒やね。ね、一緒っすね。一応見とこうか。一緒です。防具はどうすかね。あー、いいの売ってますね。これセットで装備したら力かなり上がりますね。パワーリストも上がりますし、力出す時もパワー上がる。で、ネジ鉢巻きも力上がります。こっちはまあこの辺もまあかなりいいよね。術もね、結構使いやすいんですよね。まあ、まだ革の帽子とかね、装備してますからね。あ、グリーンベルあるじゃん。カエル、カエルを。さっき捕まえたカエル、こいつにあげます。曲げるつもさらに1万ギルも必要なんですが、はい、これで飯にありつける。コルナゴの壺、これトライルがね、成功しやすくなるんですよ。成功しやすくなるというか、 HP 2分の1くらいだかな、 50% くらいでも捉えることができるようになる。確かそんな感じだったと思います。まあデスクローから捕まえたら、まあ関係ないですけどね。まあ一応取っときました。5000ギルありがてえ。さっき1万も失ったからね。逃げよう。ドラゴンゾンビか、逃げよう。レクイエムとか聞きますね、ドラゴンゾンビは。どっち、こっち。まあ宝を回収しつつ、あ、こいつらもレクイエム聞きます。はてなはてな。ピンポン出し的な感覚やね。殴って逃げる。どこやったかな。あ、あいつ来た。ドリッピー来た。オッケー、あいつ来た。マジックハンマー、ほら攻撃力が弱すぎる。オッケー、次の前出た。
マジカハマをラーニング。操るは OK かな。青魔法に変えます。パワーリスト、はい、これで OK。 あった、ボンメルあった。道できましたね。で、こっち、こっちはね。お、ヒプノクラウン。操るの確率アップっすね。逃げたい。フェニックスの セーブか。ボス近いっすね、じゃあ。じゃあ、ガラフ、召喚士しとくか。で、ダッシュにしとこうかな。第一の衣が欲しい。はい、これで。ついた？あ、ゴーレム助けたいっすね。これもうつくよね。ちょっとゴーレム待ち。ゴーレム助けよう。来た。任せろ。今助けてやるからな。まあもう一回歌えば終わるかな、これで。ありがとう。ねえ、僕も連れてってくれる？はい、で、ゴーレム手に入れました。ゴーレム使う。ついた。これは？で、飛竜槍バトルですね。ボス戦です。まあ、こいつもデスクローで。OK、決まった。一発決まった。あとはガラフに任せようか。タイタンで。ミサイルとかも効いたと思います。あ、結構ミサイルデスクロー効くんすよね。ボスでも。
じゃあ城戻ります。到着。エクセスの手下だな。騙されないぞ。ただちゃんと守ってますね。いや、とりあえずちょっとこっち行って、ね、グレートソード。いや、ちゃんとしてるってことですからね。こっちか。クルー様、頭痛い？いや、呼んでるの。ギードが呼んでる。エクセスを倒すための何かが分かったのかもしれん。飛竜の谷の北東か。はい、とりあえず飛竜のとこ行きましょう。私が食べて見せてあげる？人間には猛毒なんだぞ。大丈夫じゃないね、クルル。
さあ、じゃあちょっとギードのところ向かいますか。大陸を抜けて、あ、近いですね。ここやね。地震。島が？じゃあ次はゼザンのとこ向かいます。サーゲイト城。あ、今回ここで終わっとこうかな。あ、これバッツ時魔導士になってるのはあのテレポ使いたかったからです、さっきね。飛竜の谷の時にこれです。ダンジョン戦闘から脱出する。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。